帝都に僕がいる限り悪が栄えることはない。少年レッド参上。おお、なんかスミレを守るカンナっていう構造すごいね。はい、カンナで風作戦でやると防御も少しできるよというチャレンジをやっていきます。少年レッドでの難しいレベルでノーコンティニュークリアを目指していきます。主役の座はあたいがもらった。さて、はい、じゃあ風作戦のカンナで守りも考えながら戦っていき、少年レッドを獲得していきましょう。花組で少年レッド難しいでノンコンティニューで4人クリアしているので、カンナが5人目になるでしょう。収録しているのがさくらの少年レッド取ることができた日と同じ日なんですよ。動画でね上げてるとちょっとその辺まで分かんないですからね。なので個人的には2人のエンディングを同じ日に見るということをね、初めてやっていきたいと思いますので、その日現場に立ち会えることを皆さん、喜ばしいことに思ってください。よし、赤でこれで斜めで消すか。ちょっとあまり綺麗な形ではないけれども、なんとかちまちま連鎖をつないでいきましょう。でもな、そうなんだよな、今喋った通りあんまりこうつながりが良くない並びになっちゃってるので、うまいこといかなそうな可能性があるんだよな。すごくこうバラバラなわけでもあんまりないからなんとかなると思うんだけど。2連鎖してみるか。これがどれぐらい織姫に、あーでもどうかな、今の攻撃判断微妙だったかな。あんまりそうだよね、レベル4で攻撃来ちゃってこの時に、ダメか。そうかいそうかい、ダメかい。ポストかよ。まあいい試しではあったんだけど、でもやっぱり攻撃のパワーの重さが活かせないのはちょっとフラストレーションかな。ちょっと他の作戦に戻してみるか。じゃあ、風作戦、いい方法かなと思ったけどなかなかちょっとうまくいかないので、どれでいくか迷うな。山で行くか。さて、で、まあやっぱりとにかく山の場合は理想の形としては、レベル3の攻撃した後に2でも3でもいいから攻撃をもう一発重ねることができるかだよな。それが作れるようにしていきましょう。赤来ればいいな。よし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 、赤来た。これで2連鎖を作って2でストップだな。で紫でもう一丁やってグッド、ナイス、オッケー。これでどのぐらいいく。まあでもそうだよね、ちょっとさっきまで風作戦使ってたからなんか溜まるのが遅く錯覚するね。どうしようかな。このちょっと下の、ウェーイ、そこに落ちる。やだねー、もう。ちょっと一旦この緑も消そう。なんか邪魔者処理だな。でもそうだな。やっぱこういう時にうまくいかなかったなっていう時に苦しいな。よし、これで。攻撃をして重ねていき、ちょっともう紫と緑を消すか。で、どうしようかな。この緑もちょっと消しておいて、まあレベル3攻撃だとさすがカンナだいぶ時宝石の数字が大きいからネチネチと向こうに残り続けることができるね。
ただこの感じだと次の攻撃までに行かないから、ちょっとここは耐えしのぐ場面になるな。さあ頑張ろう。赤をやって、これで2個消して、こっちもやっちゃえば、で青も消すと時宝石が戻るでしょ。なんとか耐えたな、とりあえず。でここからんー、まあ大した量じゃないだろう、レベル1攻撃だから。これは受け流して、こっからだね。ここからの勝負だな。黄色からいって赤を置いて、お、なんかそうか、こっちが攻撃したのがしつこく残ってたのかな。ちょっとちゃんと見れなかったけど、いつの間にか勝った感じだな。さて、ではい、とりあえず織姫戦は受けるところの攻撃は受けて、なんとか勝つことができましたね。やっぱりカンナの良さ自体を生かすのは山か火かって感じだろうな。本来の戦い方に戻したという印象があるので、これでなんとかね勝ちましょう。二列下尻か、斜めと横で着火して、青が遅か、落ちないか。ここで斜めで4つでいくか、斜めじゃない横だね。で、どうかな、結構消えたな、結構消えたな。で、赤からこのぐらいいって、そうだね、あー中途半端に緑消えちゃったな。いいや、一旦攻撃しよう。でこれでまたタワーを積んで、そうだね、レベル3の攻撃が結構時宝石の数字がでかいから、そこからレベル2の攻撃ができる状態。でもなんかあんまり消えないな。ちょっとタワーの積み方が良くなかったかな。でもここで攻撃すればどうかな。レニがあんまり、あー結構消えてるな、結構消えてるな。思い通りにいかず残念。さ、じゃあ逆に防御防戦になってきたな。ディフェンスしゲームになってきたね。ここから勇気を持って攻撃しよう。でレニーがどっちを選んでくる、何もしないか、貯めてくるか。から赤、よし、赤来た、赤来た。でここから青な。じゃあそしたらここにして、苦しいな苦しいな苦しいな。おでも下の方の時宝石が、およかった。やっぱりそうだな、レベル3の攻撃1回やることで相手のフィールドがごちゃごちゃはしてくれるんだな。おいおい大丈夫か、アレに。さて、さあアイリス戦です。まあちょっとコツは掴んできたな。レベル3の攻撃をやれたらゲームの流れが良くなるよということを自信に持って臨めばいいね、ゲームに。赤でまずは1回目の着火。ちょっとこれはそんなにならないかな。あ、でも結構消えるな。こんなもんか。 OKOK。 で次もう1回連鎖をやっていくために積み直して、ここから黄色の斜めでいって、で青をやるか。で緑の斜めでいって、よし、1回目の攻撃です。これでちょっと今こっちのフィールドが積み残しが多い状態になっちゃったので苦しいかなとは思うけどね。ただまあ連鎖はできるような流れになってるから、あ、もしこれでもうレベル2の攻撃をしちゃって、うん、これだね。この戦い方ができれば結構なんとかできるけど、まあでも毎回そうはいかないだろうな。かわいい戦闘員だぜ。
さあ一番苦手な非作戦マリアが相手ですね。なんとかここを乗り越えましょう。隊長、指示を。行きます。はいはい、赤もう一丁。はい、赤を、あーこうしようか。で、これで緑でまず着火するか。紫でかなり、おお結構大量に消えたな。ただ連鎖じゃないから消えたものの個数の量よりも溜まるゲージがちょっとあまり綺麗に比例しないやつだね。同時消しだとそんなにゲージは溜まらないからね。で結構結果的に残ったやつがちょっとあまりいい配置じゃないから導火線がない感じになっちゃったな。これから、あー結構消えたけどゲージロスだな。攻撃来るな。そしたらちょっと片付けを少しでもあがいておいて、レベル1で一旦ジャブを打ってきたな。非作戦だとそれはちょっと珍しいかもしれないね。いいところに緑が落ちてきたから、これでそのまま緑で消しといて OK。 よし、理想のレベル3とレベル2の2連続攻撃をやってマリアの攻撃を受けずに済みました。さあ4人倒して折り返し地点桜戦になりました。なんとかここからねスムーズにいければいいけどね。ただその山作戦のレベル3とレベル2の2連続攻撃っていうセットはハッピーセットだな。だいぶよし、はい、これでよかろう。ほんで赤でやって次に来るやつを考えると、一旦タワーをまた積み直してで、まあまあちょっと我慢したこいな。で、紫、赤、緑をくっつけて、で、紫くっつけて、赤をもう着火するか。ここでいこう。で、青でまたつけて、それで、結構消えたな。一旦攻撃をしましゅ。その後、緑が来たから緑が斜めでいくか。黄色、紫、ここから青でもう一回行ってゲージが溜まるでしょ。レベルに間に合うかな、間に合うかな。あー間違えた、間違えた、くそ。若干間に合わなかったな。魔法石使われちゃったな。一応攻撃されずに済んだという点だけでも良しとしていいかなと思うけど、ちょっと思ったプランが今はできなかったな。はい、また振り出しだな。とりあえずここで OK。 2連鎖、3、赤も消えて、4、5、6、ちょっとフィードが消えすぎたからこれがどういくかだな。アンマス消えすぎても、あーまあでもこんだけ攻撃受けるんだったら消えといてラッキーだったな。よかったよかった。でここから時宝石から普通の方、おーしいいね。さっきさくらに負けてたからここでこういう勝ち方ができたのは嬉しいね。あなたに主役の座を渡しませんわ。さて、ぜ。カンナさん、あなたに主役の座は渡しませんわっていうセリフがいいですね。キャラクターセレクトというか相手出現の画面でね、なんか一番この二人の関係性がよく見えるボイスでしたね。まあスミレを演じてる富澤さんが実質唯一ね、引き続き新桜大戦に出続けてる。あーずれちゃった、十字キーが。富澤さんが唯一続けてるキャストだからね。
桜大戦とは何ぞやっていうところをね、桜彩音さんたちはじめ、後輩たちにぜひ教えてあげたいですね。教えてあげてほしいですね。なんか私自身が桜大戦の制作人みたいなことを言いますけど、ただの一般の人ですからね。紫を置いて、でここにあり緑を置いて、どうかな、これでちょっとレベル3の、まあここからだよね、次の2回目の攻撃ができれば勝ちは握ることはできるけど、それになるかどうかだよな。おー、でも結構連鎖はしたけど間に合わないか。フィールド消えちゃったな、向こうのスミレのね。でもまあさらにもう一回だな、さらにもう一回できればだな。どうやっていく、紫が来ればだな、紫が来ればここで斜めでここを処理してみ、あースミレがそうか、それ使うか、まあ宝石ね。2連鎖してで青が、あーそっか、思ったより消えちゃったな。一回攻撃するか、ちょっと今迷ったぜ。うーん、そこなるか、そこに落ちてきちゃうか。あれそんな色だったっけ、予告見間違えたか。でこれでやって結構消えたな。 OKOK、あ今リップスギリギリだったな。レベル2の攻撃をいっぱいやっていくっていうのも結構悪くはないからね。それで攻撃させなければ結局はね、防御する必要がなくなってくるからな。いやこれがいつまで通用するかだけどな。よかったよかった、ゲージは使ってくれたな。非作戦の特徴はレベル3以降はもう防御はできないから、スミレは今のは心理的にはここで防御しておかないともう苦しいなっていうのが現れた行動だったね。まあでも勝てました、攻撃が効いていましたね。スミレ似合ってるぜ。すごい嫌みったらしい言い方だな。カンナで初めてここまで来たから。いいな、このスミレとカンナのところだけちゃんと編集の時ボイスは残そう。さて、7人目コーラン戦です。ここを超えればラスボスになります。まだこのノーコンティニューチャレンジを始めてからカンナでラスボスに行ったことはないので、昔はもちろん一回やってるんですけれども、子供の時に、ただ記憶はもう遠いものなのでね、ラスボスがカンナの時は誰だったのかっていうのはちょっと覚えてない状態です。もうここまでの動画見ていただければわかると思うんですが、最後に出てくる乱入者は三人娘楓、香山、米田の誰かになるので、その誰が来るかなってところだね。香山かな、香山との直接対決の回数が今のところ少ないからね、ストーリーモードぐらいでしかお会いしてない印象だから、香山さんが来そうな気がするけど、まあ誰が来ても勝てるように頑張りましょう。ここ前7連勝したのが無駄になっちゃうからね。まあその前にまずはコーランに勝つことが欠かせない条件ですけどね。あ、2連鎖してちょっとなあ、あんまり綺麗な形になってないから消しにくくなっちゃってるな、苦しいな。カンナで防御ってわけにはいかないからな、やるなら魔法石しかないからね。一回やっちゃうか、こうしよう。うん、レベル4攻撃を受ける前にこれをやっとくっていうのはコーランで非作戦だからな、結構これは得意なものだよな。特別なっていう意味の得意なってことね。そこに対してちゃんと勝てるかどうかだな。サクラでプレイしてる時の動画の時も喋ったんですが、こっちは同じキャラクターだと思っていても
おっとどうしよう、これいいか、2連鎖だな。作戦が違うだけで全然違ってくるので、それを分かってないといつの間にか負けてしまうってことが往々にしてあるゲームなんですよね。ちょっと厳しいぜ厳しいぜ厳しいぜ苦しいぜ。魔法石で OK、 これでちょっと起死回生の一手になるか。どのぐらい消える。おし、結構消えたな。ナイス、これでゲージも溜まるでしょ。 OK、 これで、あーよかった、今の耐えられなかったらかなり無駄になってたな、ここまでの努力が。よし、ここからはもうタワー積めないね、多分かなり溜まってくるのがオチでしょう。2連鎖、赤と黄色で2連鎖して、この攻撃でとどめを刺してほしいな、とどめになってほしいな、とどめになってほしいな、なるかな。よかった、あそこの耐えしのぎ切ったのが非常に大きいね。だいぶ操作ミスも多かったので負けるかなと思ったけど、よかった、勝てました。悪いなコラン、今回はあたいが少年レッドだ。さあ、コーランのベニトカゲという非常に珍しい姿を見て最終マッチに臨みましょう。さあ、ラスボス誰かな。カンナ様、お手並み拝見いたします。うん、やっぱり香山隊長ですね。さて、行くぜ。さあ、ついにカンナでチャレンジして香山に来ることができました。だいぶそう考えると上手くなったんだな俺も。なかなかちょっとその実感が持てずにいたんだけれども、ここまで操作ミスなんやねん、もう上手くなったなとかって喋るとそういうことになる。やだー、もうタワーが変なことになっちゃったね。もういいや、なんとかやっていきましょう。ちょっと今のはしょんぼり、何気ない操作ミスで本当に一気に直結するからな、敗北に。調子はどうだ。OK、 まだ食べましょう。ちょっとここは真剣にやらないといけないな。すいません、もし実況が少なくなってもお許しください。と、一旦ここでいくか、縦横行って、攻撃しよう。ちょっと今あんまり良くない散らかり方かなとは思うけど、疑いそうだな。なんとかここは時宝石が戻ってくれれば勝て。あー、スカヤマさんフィールド結構消えたね。そうか、ちょっと間に合わずか、ちょっと間に合わずか。なんとかなるかな。おし、やりました。カンナでも主役を取ることがノーコンティニューでできました。よっしゃ、少年レッドの役はあたいがいただきだ。久しぶりのヒーロー役だ、思いっきり暴れさせてもらうぜ強そうな少年レッドですね。久しぶりのヒーロー役だってな。帝国歌劇団、確かになんかカンナはやっぱりヒーロー役が似合う感じだよね。最勇気とかもやってるからね。帝都に僕がいる限り悪が栄えることはない。少年レッド参上。おー、なんかスミレを守るカンナっていう構造すごいね。さあ、少年レッドの配役カンナでもこのキャストを見ることができる。いや、さっき動画中も喋りましたが、同じ日にさくらとカンナを連続でクリアしたので、ちょっと自分の実力の向上を実感していますねスクーターの礼儀なんか真顔だから怖いなこのマサエの墨でさっきのアップの絵良かったね。
久しぶりのヒーロー役カンナ、少年レッドを獲得することができました。やったね。さあ霧島カンナで少年レッド取ることができました。ちょっと改めて見てみましょう。あ、間違えた。私は今日から断食する。断食する方のカンナにしちゃったね。そっちじゃないです。こっち。よっしゃ、少年レッドの役はあたいがいただきだ。うん、いいね。いや、なんか強いたくましい少年レッドっていう感じがしますね。で、これね、この絵すごく印象的でしたね。テートに僕がいる限り悪が栄えることはない。少年レッド参上。スミレを守るカンナっていう構図がね、本来だったらベニトカゲがスミレでカンナが明智小次郎ですからね。ただこの少年レッドシリーズは明智さんないので、このスミレとカンナで守り合うっていう絵はなんか感慨深いものがあるね。さあ、少年レッドモードついに5人クリアしました。残るは織姫とアイリスと、織姫か、同じことに書いちゃった。織姫とアイリスとコーランですね、になりますので、そこもチャレンジしていきたいと思います。ぜひ次も見てください。ご視聴ありがとうございました。頑張れ帝国歌劇団。